こんにちは、柴田です。今回はバーニーの RLC55、 このカスタマイズがですね完了したので音を鳴らしていきたいと思います。この RLC55 は中古でね2万5000円ぐらいで買ったのかな。いろんなギターを所有はしてるんですけれども、まあ、そういったねお安い価格帯のギターを自分好みにカスタマイズしていくっていうのがなんかねギターって一番楽しいんじゃないかなと。もちろんねお高いギターをね購入できるといいんですけれど、僕ら素人が扱うにはあまりにも完成されてますもんね。まあそもそも高くてねちょっと手が出ないっていうのもあるんですけど、これはね総額4万円ぐらいでカスタマイズ本体も入れて、そんなもんで出来上がっております。まあ、どういったカスタマイズをしたかというと、まあ、ピックアップのね交換、まあ、言ってみりゃねそれだけです。本体を2万5000円で購入して、でピックアップは中古で千葉管楽器で、まあ、どっちも5、6000円ですかね。ダンカンの59と JB 王道のコンビになっております。そしてまあちょっとしたギミックとして、ここにですねタップのスイッチをつけております。なんとリア、このブリッジ側のピックアップにタップをつけております。こんな感じでいじって、まあ、総額4万円ということで、これね、ブツもね、結構いいんですよ。なので、音もね、結構ね、僕はね、気に入っております。まあ、4万円でね、音が変わっていく楽しみ、そしてそれが完成されるっていうのが、まあ、非常にね、遊び心があって面白いかなというところでございます。ではね、音を鳴らしていきましょう。では、ブリッジ側からいきましょうかね。ダンカンの JB。ちょっとカラッという感じ、この軽くなるところがまたいいですね。センター細胞をかけましょう。ドライブ感ですね。ここにオーバードライブを足してみましょうかね。JB 独特のねミッドがギューンと出るね。リズミックですね。というふうな感じで総額4万円でも十分楽しめます。カスタマイズによってね音がちょっとずつ変わっていく様、それもね楽しめるし、まあ、実際に弾いてても楽しい、2度楽しめます。でまあねこれね結構長く使っていけそうな感じがするんで、コスパ的にもね全然いいんじゃないかなというふうな感じでございます。まあ、最近ねお安いギターでもかなりねいいもの出てきております。
バッカスのね、レスポールなんか、まあ、レビューも取っておりますけれど、かなりね、いい感じです。で、まあ、注意点としては、中古は物によって状態が全然違うし、結構ね、鳴りも違います。なので、実際に触って、鳴らして、購入した方がいいんじゃないかなというふうに、個人的には思ってるんですけれど、まあ、デジマートとかだったらね、まあ、最悪クーリングオフとか効くかと思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。